笑顔が広がる街、寝屋川市。平成28年の人権を考える市民の集いを開催いたしましたところ、多数の皆様方にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。心の中の空、あなたの作品は、寝屋川市が募集した平成28年度人権啓発作品の中で、人権の重要性をよく理解され、優秀であると認められました。戦争はたくさんの人を傷つけてしまう絶対にあってはならないものです。戦争で大切な人を亡くしてしまうかもしれません。